はい。どうもみなさん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay7 ペイペイ月はセブンイレブンで抽選出前間で30%還元。8月は街のお店お得に。1日と2日は PayPay ペペジャンボ最大2000%還元ということで、今回は PayPay ペイペイの話題ですね。この動画では7月、8月で開催される PayPay ペイペイのキャンペーンの解説。そして、実際にですね、僕も PayPay ペイペイのキャンペーンに参加してきましたので、まあぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、今回はですね、大きくこちらの4つに分けてサクサクっとお伝えしていこうと思います。まず1つ目なんですけども、こちら7月のセブンイレブン出前館ということなんですけどもジャン、じゃんということで、7月はセブンイレブンでペイペイジャンボ一等最大1000%戻ってくるキャンペーンということですね。まあ、先月に続いてですね、このペイペイジャンボが7月も開催されるということになっております。それが今回このセブンイレブンが対象ということですね。で、この期間なんですけども、本日7月の1日から7月の31日までの7月いっぱい のキャンペーンとなっております。まあそのキャンペーンのちょっと中に入っていこうと思うんですが、まずこちらですね。ペイペイ残高もしくはヤフーカードそして後払いで決済した場合なんですけども、一等から三等まであります。まあ一等の場合は決済金額の十倍ということで千パーセントが五千二百本、で決済金額の全額百パーセントに関しては五万六千本、そして五パーセント還元に関しては一千万本あるということになっております。まあちょっとこれに関してはね本当にまあ抽選になるので確実に当たるかどうか。 っていうのはかで、今回ですね、まあ今までのその PayPay ペペのキャンペーンでなかなかこう対象ではなかったこの Yahoo カードが今回対象となってますので、もしクレジットカードで Yahoo カードでさらにこう T ポイントが欲しいっていう方がいらっしゃいましたら、まあ Yahoo カードで PayPay ペペと連携して使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、一つ気をつけてほしいのはその他のクレジットカードに関してはまあこれまで通りですね、キャンペーンの対象外となりますので、まあここはお気をつけください。 まあでもですね、まあ別のクレジットカードを使いたいなという方がいらっしゃいましたら、ソフトバンクユーザー、まあ携帯のキャリアはソフトバンク、もしくは Y モバイルのユーザーの方であれば、まとめて支払いっていうのがですね、ペイペイの機能に備わっておりますので、まあそこからまあチャージをすることで、クレジットカードの恩恵、プラスまあペイペイの恩恵、それぞれ受けることができますので、もしまあ別のクレジットカードを使いたい場合は、こういった方法もぜひチャレンジしてみてください。で一応今回はですね、付与上限が1回、そして期間に関しては10万円相当までとなっております。まあ本当ね、これ だったらめちゃくちゃテンション上がりますね。ちなみにこのボーナス冬に関しては支払い日の翌日からこう計算して30日後となっておりますのでまっすぐに入ってくるわけでもないのでここはお気を付けください。で続きましてこちらですねペーペーと出前館のキャンペーンとなっております。出前館でのペーペさ残高払いでなんと30%戻ってくるキャンペーンとなっております。こちらの期間はですね本日7月の1日からスタートしまして7月の7日火曜日までの約ま1週間ぐらいのキャンペーンとなっております。でこちらのまあ詳細なんですけども。 今お伝えしたように、とりあえず PayPay ペペ残高から決済した場合は30%付与されるということですね。で、先ほどのセブンイレブンのキャンペーンと、まあ、ちょっと変わってるのはこの部分ですね。対象外と、まあ、キャンペーンの対象外となるのは Yahoo ーカード、その他のクレジットカード後払いということになりますので、ここは必ずもう間違えないようにお願いします。先ほどは Yahoo ーカードとか後払いが対象ではあったんですけども、この出前館のキャンペーンに関しては Yahoo ーカードも外されるということになりますね。ですが、先ほどもお伝えしたように、もし PayPay ペペ残高、 先ほどもお伝えしたソフトバンク、ワイモバイルのまと,まとめて支払いでチャージをした場合ですね。これであればクレジットカード、プラス、まあ、ペペの恩恵、それぞれの恩恵を受けることができますので、もし他のクレジットカードを使いたい場合はこの方法を試してみてください。で、付与上限に関しては1回に1 0 0 0円相当まで、期間中は2000円相当までとなっております。で、実際にどれぐらい使ったら、まあ、上限に達するかということなんですけども、1回に3334円使えば、まあ、1回の1000円相当に到達すると。そして、期間中で であれば、トータル期間中合計で6668円使った場合は、この期間中の2000相当に到達するということになります。なので、期間中で、あの、無理に使わず、ここら辺を意識すれば、 うまく使えるのかなと思います。で、こちらも同様にですね、ボーナス表に関しましては、支払い日の翌日から起算して30日後となっております。で、一応ですね、このデマイカの全部が全部のお店が対象というわけでもなくて、一応対象のお店っていうのは決まってます。まあ大体まあよく全国にあるようなチェーン店が結構多いのかなと思います。上から見ていただいたらわかるように、スシローであったりとか、カレーハウス、ココイチであったりとか、あとガスト、バーミヤン、ジョーナーさん、デニース、ナカウとか、ピザハット、ピザラー、あと松屋、吉野家リンガハット、ロッテリアという感じ ですね。あの僕はあの全然知らなかったんですけど、スシローでも結構出前館ってできるんですね。意外でしたね。これはなので、まあ僕自身はちょっとどこで使うか迷うとこではあるんですけども、僕が住んでる地域にこれら該当するお店が近くにあるのか？って考えたらちょっと微妙なとこではあるので、もし該当するお店があればですね。この30%還元キャンペーン使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。以上がですね。7月のセブンイレブン、そして出前館のキャンペーンについてでした。続きましてこちらですね。8月のキャンペーン情報ですね。まあ、今日ですね。い プロとプレスリリースであったりとか、僕のツイッターでもちょっと情報を流したんですけども、まあ僕の方で簡単にまとめさせていただきました。まず一つ目はこちらですね。千円のお買い物で一万円相当戻ってくるペイペイジャンボ一等最大一千パーセント戻ってくるキャンペーンですね。もうこの千パーセントとかもう何回聞くねんっていう感じなんですけども、こちらのキャンペーンですね。開催日程がまず八月の三日からの八月三十一日までとなっております。三日からですね。なのでここはお気を付けください。でこちらはですね。対象店舗でペイペイ。 中で支払った場合抽選で当たったら1等の場合は1000% 2等は100%で3等は5%戻ってくるということになっておりますでですね対象のお店なんですけども街のお店ということですねまあ先ほどお伝えしたポスターが目印となっておりますのでまあ期間中ねペイペイが対応しているお店であればまあ多分ほとんどのお店が対応するのかなと思いますのでまあぜひそのポスター見つけた時はペイペイで決済してまあこの1等から3等を狙ってみるのもいいんじゃないかなと思いますでこちらのキャンペーンのクレジットカードに関して まあ、ヤフーカードのみ対象となっておりますでこの中にはちょっと含めてないんですけども、まあ先ほどお伝えしたソフトバンク、ウイブモバイルユーザーであればまとめて支払いの方法でも全然いけるので、まあそういった方法もぜひ試してみてください。 で、こちら次二つ目の8月のキャンペーンですね。一等最大、ペイペイジャンボ2 0 0 0戻ってくるキャンペーンということですね。こちらですね、PayPay ペペが3000万ユーザー突破記念という感謝祭というようなキャンペーンとなっております。いや、本当ね、もうなんかもう何が何やらっていう風になってくるかとは思うんですが。 こちらのキャンペーンですね。まず開催日程がこちらとなっております。8月の1日土曜日と8月2日の日曜日23時59分までの決済が対象となっております。なのでこの2日間がもうとにかく勝負ということになりますね。なんか去年も似たようなキャンペーンありましたね。 で、こちらのキャンペーンなんですけども、今ちょっと上にも出てるように、店頭でもネットでも対象店舗でペイペイ残高でのおしゃれなら抽選で1等から4等まで、まあ当たるということになっております。で、一応左から見ていって、1等の場合は2000%、2000%すごいですね。2等の場合は100%、3等の場合20%、4等でも2%戻ってくるということになっております。まあ抽選なのでね、当たる確率はまあ4等はもしかしたら当たる可能性は出てきそうな気はするんですけども、まあちょっと確実 別なことはちょっとなかなか言えないっていう感じですかね。 で、今回気をつけてほしいのはこの対象のお店ですね。まずペ、PayPay イペイの加盟店、実店舗。で、次にですね、ネットストアですね。各行オンライン加盟店およびヤフージャパンサービス請求書払いサービスというのが今回対象となります。この請求書払いサービスが対象ってちょっと意外でしたね。なので、普通にね、あの、もし PayPay ペイペイで決済できる請求書があれば、これ狙ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、ここも気をつけてほしいんですけども、対象外の店舗ということで、ボーナス運用。まあ、最近ね、ちょっと始まったの、ボーナス運用というようなものがサービス始まってるんで んですけども、そのボーナス運用とソフトバンクワイモバイルの携帯料金の支払いに関してはこのキャンペーンの対象外となっておりますので、ここ2つは気をつけてください。で、公式のページにも記載はあったんですが。 また随時ですね、対象外であったりとか、その対象であったりとか、そこに関してはまた追加される場合もありますので、ま、ぜひここに関してはまた随時ですね、僕8月始まる前ぐらいにちょっと動画でまたお伝えしようかなと思っております。で、ここなんですけども、今当時は込み合う可能性ありって書いてるんですが、当日ずって書こうと思ったんですけど間違えてますね。そうなんですよ。まあ、去年もちょっと似たようなキャンペーンがあったんですけども、その時にですね、かなりこう決済ができなかったりとか、ペイペイが重たかったりっていうようなことが結構起きたりしたんですよ。で、今回もですね、この2日間に集中して、 PayPay ペペで決済する方が増えそうな気がするので。 それを覚悟した上でぜひ使ってみてください。ああ、もう重くなるな、仕方ないな、みたいな感覚でいるのが一番いいのかなと思います。で、以上がですね、こちら8月のキャンペーン情報についてでした。それではちょっと先ほどの7月のキャンペーンにちょっと戻るんですけども、先ほどのセブンイレブンのキャンペーンですね。で、僕が今回その実践編ということで、ちょっとキャンペーンに参加してみましたので、まあ、ここはちょっと軽く流していただければと思います。で、今回そのセブンイレブンのキャンペーンなんですけども、まあね、もう僕の動画を結構前ぐらいから見ていただいている視聴者さんで、 ればもう、かってると思ううんですけどももうセブンイレブンの僕の中の代表的なお菓子といえば、もう、ご存知の通り、こちらですね。じゃんということで、バナナチップスチョコレートということで、もう僕の中では、もう、ぶっちぎりで美味しいお菓子と思ってるんですが、まあね、あの人によっては好き嫌いがいろいろあったりするんですけども、 もうこのキャンペーンはこれを買ってくださいと言わんばかりのキャンペーンだと僕は思っているので、もう早速ですね、今日朝から参加してまいりました。で、今回ですね、僕はセブンイレブンで3回ほどペイペイで決済してまいりました。で、3回決済するって決めて外に出たのはいいものの、僕の好きなバナナチップスチョコレートがほんと全然見当たらないんですよ。で、まぁ、あ、ちょっと軽くジャブを打つ程度に、まず一つ目に僕のまぁ結構トップ5ぐらいに入る好きなお菓子なんですけども、ミルクアンマンというね、あの博多の人であれば知ってると思うんですけども、 また、通りもんというお菓子があるんですが、結構ね。それにすごい似てる商品なんですが、今回はですね。ジャブを打つ程度に最初に購入させていただきました。ということで気になる結果はじゃんということで、278で不養定残高が1円相当ということでなんとですね。まあ、もちろんしょっぱなから外れました。 まあ最初はこの程度かなと思いましたので、次に行ってみたいと思います。で、次ですね、とにかくバナナチップスチョコを探すために5店舗ぐらい回ったんですけど、本当になくて、で、まあ見つけたお店で、もうとあるごとに見つけるのは、ここに今出てるように、果実の味わいパイナップルチョコっていうね。いや、マジかよと思って。なんかもう僕の中で、お店でいろいろ点々としながら、もともとバナナチップスチョコがあって だいあろうという場所に、このパイナップルチョコが置いてあったので、なんかもう本当にバナナチップチョコなくなったのかなというふうに、結構ね、気持ちがちょっと落胆してたとこではあったんですけども、もうどこ行ってもこのパイナップルチョコが出てくるので、もうまず買っちゃったんですよね。で、まあその買った上で、その気になる結果はこちらなんですけども、 じゃんということで、149円で終了ということで、まあもう当たらないわなと思ってですね <laughs>。で、同じ店舗にやっと今回ですね、まあなんとセブンレブンでバランスチップスチョコレート見つけることができたんですよ。まあそしてなんかね、あの、パッケージがちょっと変わってたので、味変わってるのかなと思ったんですけども、まあ味は普通でした。で、気になる結果はですね、 じゃんということで、665円の支払いで3円相当ということで、まあ3回連続ですね、決済したんですけども、残念ながら外れちゃいました。いや、ほんと僕はこういう抽選とか本当に向いてないなっていう風につくづく思うんですけども、まあ一つちょっと楽しめたなという風に思いましたね。以上が7月キャンペーン実践編についてでした。で、最後まとめなんですけども、 ま、まとめはもう日程だけまとめました。もう上から見ていただいたらわかるように、セブレブのペペの抽選に関しては、7月の1日から7月の30日まで。で、デマイカンとペペのキャンペーンに関しては、7月の1日から7月の7日までとなってます。なので、今月いっぱいじゃなくて、1週間ぐらいということになりますね。で、対象店舗の街のお店ですね。これに関しては、8月の1日から8月の31日まで。で、対象店舗の街のお店に関しては、8月の1日ってちょっと書いてるんですけども、ここ8月の3日の間違いです。8月の3日から8月の31日。 一日まで。で、ペイペの感謝祭に関しては、8月の1日と8月の2日のみとなっております。まあ、そんなこんなで今回は、ペイペのキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。いや、ほんとね、ちょっと動画の途中でもお伝えしたんですけども、もう1000%とか100%とかもうちょっと色々出てきてごちゃごちゃになるかもしれないんですけども、まあ、とりあえず、セブンイレブンに行く際は、今月はとにかく、ペイペで決済する方が、ちょっとお得になる可能性があるという感じですかね。で、8月も、 1>, 1、2がとにかくまあ集中する。 日にちであって、それ以降に関しても、まあ、街のお店で決済しても、もしかすると当たる可能性があるというものになるので、まあ、ぜひですね、まあ、これを機に、また PayPay ペペを使われてない方はですね、使い始めるのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、ぜひですね、先ほどのセブンイレブンを今日、まあ、参加して、当たった方などいらっしゃればですね、ちょっと報告をいただくと、まあ、ちょっと僕も嬉しいなというふうに思っております。今回お伝えしたですね、公式のリンクに関しましては、下の概要欄にも貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は 以上です。ご視聴どうもありがとうございました。はい、ということでですね、今日はセブンイレブンをちょくちょく回ったので、あの、本日からレジ袋有料化ということで、実際にどうだったのかなというふうな僕の率直な感想だったんですけども、 ま、意外とちょっとなかなかなれないなっていうふうに思いました。というのもですね、まあ、スーパーとかであればマイバッグを持って、まあ、サッカー台って言われるのはこう、なんかお買い物した時に、まあ、その詰め込む作業をする時の台があると思うんですが、それがあるので結構詰め込みの作業とかマイペースでできるんですけども、実際にコンディニーに行った時に自分のカバン、僕リュックがほとんど多いんですが、リュックの中に入れる時もサササッとこう自分で入れないといけないという作業があったりするので、まあ、かなりちょっと手間だなというふうに思いましたね。まあ ちょっとこれは慣れが必要かなと思うんですが、まあだからといって有料で袋をもらうのもちょっとなんかこう引っかかるなっていうのも思うので、まあとりあえず今のこのペースでマイバッグにもうちょっと、まあ、コンビニのマイバッグにもうちょっと慣れていこうかなというふうに思っております。まあこのマイバッグに関してね、あの今日7月1日から実際にこう体,体験された方のいらっしゃればその感想なども書いていただくと嬉しいなというふうに思っております。ということでありがとうございました。